この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。大森、そして秋山純、本戦だけじゃありませんね、この試合で持っているのは。やっぱりみんな個々にやっぱり思い出があるみたいですね。はい、それが一気にボルテージが上がってまいりました。思い出とファンの大歓声が東京後半だって。ドロップキックプレー、秋山純です。秋山純、この秋山、去年のチャンピオンカーニバルは負傷により現地ということで、デビュー12年ミサワミツァル、ロッカーの相手から敗れたのはドッグラッカーですよね。3月21日ダルファーナスのフランケンシュタイナーを受けて首と腰を痛め、後のリーグ戦線から脱落しております。このミサワがですね、このシリーズを行われました公式リーグ戦でですね、優勝最右翼だったんですが、実は首と腰を痛めて戦線離脱しちゃったんです。この試合初登場ミサワミツァルでありました。このミサワにとってはさあ、そして白い戦線が散ってしまいました。ミサワ対ハンセン、ハンセンの方は熱いですね。公式戦でのファンの楽しみな対決は、ミサワの腰の負傷という形で流れてしまいました。そのミサワとハンセン、スタンハンセンチャンピオンカーニバルの3連覇は達成できませんでした。この公式リーグ戦の後半、脇腹を痛め小橋に敗れ、そして田上明にも敗れ、優勝戦線から脱落しております。9勝2敗勝ち点12で3位の成績に終わっておりますスタンハンセンです。ハーナス戦で腰を痛めまして7勝2敗、かなり回復はしていると思いますね。はい、そしてもう場面が次々と展開します。今度はジャイアント馬場登場、テッシーズエキサイトシーンの最終戦、3月5日武道館、ミサワは馬場選手からジャンピングネックブリーカーの一戦、ついにスタンハンセン本人を倒しました。これから商売商売になっても馬場さんのことをね、なんかそんな簡単に馬場さんなんて呼べないですね。馬場、選手とこれから呼びたくなっちゃうでしょ。合いました、組み合います。ミサワが押して、さあジャイアント馬場 VS ミサワ三つある。さあこのミサワ選手なんですけれども、馬場選手を初めてね、ポールを取ったとき、やっぱり嬉しかったと思いますよ。エルボーです。大きな存在だっただけに非常に感慨深いものがあったという、ね、最後テレフトの意味を取ります。三沢三つある、さあ、おったい馬場が逆水平チョップ、改めて大きさを感じたんだそうですよ。そしてジャイアントップです。馬場も2連敗というわけにはいかないでしょう。そうですね、やっぱり馬場選手の試合を目の当たりで見るのも初めてですね。初めてですよ、初めて初めてわかるんですよね。これ見てるだけじゃ絶対にわからないものがあるんですよ。最初は少しわかるっていうね。試合時間あっという間に5分の経過、その馬場からタッチャーを受けまして出てきたのが大森。本当にもういろんな戦いのパターンが出てきます。6人タッグマッチを取りました。豪華な顔ぶれ、日本武道館、大森がミサワを攻め込んでいます。本当にこのチャンピオンカーニバル、ミサワにとっては優勝戦に進出できなかったということよりも、欠場してしまったことの方が辛かったと。まあそうかもしれないですね。やはり今金看板トップを張っているという責任感、五冠王っていう順位もあるでしょうし、やっぱり全日本プロレスのトップっていう意地もあるでしょうしね。はい、それが要するにその試合を決めるという逆水平の連打というのがありますので、今日は披露されるかどうか注目されるところですね。はい、その三冠に変わって本当に頑張ったのが小橋です。ダウンしました大森高尾、小橋のチョップ、大森の胸一発で倒す威力のある小橋のチョップです。そして抱えて、さあブレーンバスターに持っていきます。対空で勝つ長いブレーンバスター、リング中央腰を下たかう大森、コートの体勢カウンター2です。ハンセンを倒しました小橋健太、これは非常に大きいものがあります。さあ今高尾ちゃんは大森対選手に感情移入しますね。ロープに乗り寄った大森高尾、そのようにプロレスをね楽しむことができるわね。もうこれは逆水平ロープに飛ばす、逆に勝ったドロップキック、ドロップキック、これは当たりが不十分。そして大森から反戦、ハンセンの暴れっぷりに注目していただきましょう。ニュートラルコーナーだ、逆水平チョップに仕込んでいく、反発打っていった、さあ対角線上コーナーに飛ばす、繰り返しました、ジャンピングにジャンピングにアタックに飛ばしていく、さあ出るか出るか、逆水チョップが連打れた、マシンガンチョップです。飛ばし見ました、またこの今のね、強烈なストーピング、まだハンセンは
脇腹痛むようですね。ちょっと痛いですね。はい、その痛がり方がもうマットキャンバスに青をつけまして7ヶ月という相当これは答えているようです。ここを一気に攻めないといけないのがこの秋山純、相手にどのような戦いを挑むか。アンサーがコーナーに決めました。チョップ、しぶきが飛びますコーナー。対角線に振りたい、しかしプラスない。ハンセンが返す逆水平チョップ。ハンセンもチョップ一発で相手を倒していきます。さあここで馬場にタッチ。さあ馬場選手がもう2度目のビッグウィンだ。さあそろそろお客さんは大技を見たくなってまいりました。合体したハンセンと馬場ダブルジャンプです。逆水平ものすごく簡単にやってるように見えますね、馬場さんってね。はい、しっかりたいんですよね、でも。チームとしてのキャリアは。手足が長いですからね、振り子のように打ってきますよね。これはダメージ大きいですよ。やっぱりあの呼吸がダッと合ってますね。そうですね、16番ジャイアント馬場。秋山選手は馬場選手と相対するの水平チョップだ。一歩前に足を踏み出すことができない。今回ジャイアント馬場に向かって。それほど威圧感があると言っていました。打っていく、回数を上げたジャイアント馬場。相手の意表を突くっていうんですね。ここで大森にタッチ。大森高尾です。今日は大森選手もう後ろ盾がハンセン&馬場ですからね。そしてゆっくりカウントアップ。動きがいいですね。カウントアップを打っていきました。これが得意技カウントワーク。今日はもうお互い2人も指示を受けないでも自分が積極的にいけるように頑張りたいと試合前に話していました。ブレインバスター。ここまでの動き大森はいかがでしょうか。いい動きしてると思いますね。はい、あの序盤戦からかなりいい動きしてると思います。時は高城はこの後の試合展開どのように予測しますか。馬場さん、なんかもう吸い込まれちゃだんだん言葉が少なくなってきました。頑張ってやっていきたいと言っていました大森高尾。さあ試合時間10分を経過しました。後頭部からキック、今度は前蹴り。だんだんボキャブラリーが減ってきましたね。本当にもう人間ね、向上してくるとそうなるんですよ。本当に最後の最後まで。さあ、です優勝戦線にジャンピングキック。桜は早めに散ってしまいましたけれども、この無念をこの武道館で炸裂させています。三沢光晴がリング上ロープに振った。大森をロープに飛ばしました。さあ、スタンディングスリーパーホールドです。フェイスバックがあります。三沢大森を落とす。大森苦しそうな表情を見せております。大森高尾まだ落ちて、馬場までにはちょっとコーナーサイドまで距離があります。大森です。もう完全に入ってますね。入っちゃってますね。もう6分で大森増えましたね。そうですね、振った。やっぱりバックリバットバックロック。いいぞ大森高尾。かなり大森選手に期待するのも少々失敗なところがあります。この三沢光晴相手にまずバックドロップ、首を押さえております。三沢首を押さえてスタンハンセンに来ました。その首を狙っていく容赦ないね。リードロックです。非常に天然したという三沢、この首の当たりを狙っていきました。大森バックドロップ今のは見事、完全に五感王の動きを取りましたね。本当に止まっちゃったですね、これ。ちょっとそしてハンセンがその首に当たった。これは三沢答えるぞ。またのあるバックドロップ、これは強かったですね。今のボールに入ります。カウントは2。馬場が出てきた。馬場選手が来ました。出てきた早いタッチワーク。馬場スタンハンセン、さあ今日2度目の合体だ。ロープに振った。今度はどうする。足だ、大きい足だ。16番キックとハンセンのハイキックが合体しました。この良さを誇示するようなダブルの16番ロープに振った。打っていきました。そして馬場がジャイアントコブラツイストです。そしてジャイアントゴーモンコブラツイストです。やはりこれ
決定的瞬間を取ろうとハンディーカメラあるいはこの報道カメラの中一斉に動きを開始いたします。フラッシュが流れております。馬場選手嬉しそうですね。どうですか馬場さんが。ほら試合の流れ相手の逆転を抑えています。かろうじて返しました。三沢腰を押さえております。ちょっと心配で ですけれども、チャンピオンカーニバル中に痛めた腰も心配であります。ジャンピングエルボーよろける馬場、場内どよめいている。ジャンプをスピンキック馬場ダウン馬場ダウン。馬場大きく大木が倒れるように秋山純です。リング上ダウンしました。そして秋山さあ今日は時は卵の目の前で馬場をボディスラム、そして走ってギロチンドロップ。ギロチンドロップカウントが入る。ツーカウントです。リング上で向かい合うと本当に社長本体総帥ジャイアントも相手に、さあ秋山純が果敢に攻め込むチョップです。かけることができるでしょうか。しっかりと相手を見据えてローテンチョップです。いかないんですと言っていた秋山なんですが、さあ今日はどうでしょう。長い足を振り子のように使っていきます馬場。そしてここで大森やハンセンの膝に持っていきました。ケギン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 たまりませんね。2対1じゃね、まだ長谷選手のペースですからね。対角線に振り返して秋山純狙われてしまった。ダイヤットがカウンターのキックだ。ジャンピングにジャンピングに今度はジャンピングに、さあ秋山が押し倒した。どっちも一歩も譲りません。大森そして秋山純武者震い若武者大森気持ちのいい体験です。DDT です。 DDT を決めました大森。カウントが入ります。リング中央いいポジション。さあここで秋山を攻め込むことができるか。ロープに飛ばす矢が下に下がるジャンピングリーを見せました。ロープはジャンピングリーアタック多用しています。この技さあ飛ばしていった。飛ばし登場。早くも柑橘系の汗をびっしょりと描いております。飛ばしロープに行った。ショルダータックジャンピングリーハンセンが怒るよね。怒りましたね。そして飛ばしていった。かっこいい。さあ来た。動きました。怖い怖い。試合の記録にとっつどけ試合に経験があるのは大森だ。大森の意味ある。さあ目まぐるしく試合が展開していきます。そしてまだ15分も警戒いたしました。ハンセンが武道館の超満員のネックブリーカードロップだ。さあ高子さん少しは長い文章を喋ってもいいですよ。すいません、ね、えあーとか馬場が魂を落とします。ここでマニアはその音だけを編集して変な風に楽しんじゃうかもしれませんので気をつけてくださいね。大丈夫です。素晴らしい攻防の一戦ですね。さあネックブリーカードロップだ。ネックブリーカードロップ。さあコマースタージェイドロップ。ツーカウント。カウントは2です。緩やかに入りますが、のぶとい声で吠えております。タンカンセン。さあジャイアントはゆっくりとスタンディングポジションを取った。飛ばし相手に、さあまたこれに挟んだぞ。秋山入った場内からゴーイング。しかし逆水平首根っこにもろに決まってしまいました。秋山場外エスケープ。その間にまたこれ挟んで馬場がまさかまさかまさか、これはパワーボムかどうしても、ローテンクイーチか。馬場捉えて何を思うか。オレンジのショッパーズの上にジャイアンツの顔がある。さあどうする。すごいツーショットだ。さあ捉えて屈伸運動屈伸運動だ。さあどうする。持ち上げろ捉えて離しがショットだ。返しましたよ高校長。なんて素晴らしいのこれは。いやー来ましたね今のタイルドライバー。どうしましょう。すごい気迫だと思いますね。ジャイアントタイルドライバーでありました。意地そうですね。さあ小橋はちょっと意識朦朧としてるんでしょうか。ノーテンチョップです。ロープに振った。何が待っているの。足を壊したショルダーアタック。ジャンピングショルダーアタック。そしてコーナーにコーナーに
三沢光晴です。さあ馬場はどうする、馬場はどうする、馬場が立ち上がった。さあ馬場を振った、三沢ロープに走った。レフトハンドのラリアット、ジャンピングのラリアットを見せました。そして受け身はローリング、三沢ならではのジャンピングのラリアット。三沢が次なる技はバックドロップか、体を持ち上げた。バックドロップ、腰は大丈夫か、三沢光晴。そして入った、さあそして必殺技フェイスロックに入ります。ギブアップオーバーオーブルか。さあ秋山が大森高尾を場外に吹っ飛ばしました。スターハンセンが入ってくる。そしたらスリーパーホールド。さあ三沢がジャイアントボムギブアップを奪うのか、ギブアップを奪うのか。さあ、スタンハンセンを捕まえました。超スライク三沢、後の飛ばし、ガッツポーズ、キック場外振った。さあ、そして飛ばしが改めて試合の権利を獲得したか。秋山に振った、これは勢いがあった。ギーゲッツ打った、そして飛ばし蹴った。そして飛ばしは、飛ばしはアンド、さあ、逃げった。さあ、飛ばし蹴った。これがスタンハンセンを倒した。そうですね、さあもうこれはどのような形でこっちからついてもお客さんが大満足でありましょう。さあ馬場がゆっくりと起き上がる。ちょっとゆっくり、あ、違いますね、いつものニューアラ表情とは違います。ジャイアント馬場大森がもう入り出して入り出してしょうがないんだ。さあ大森どうする。馬場一瞬目を向いた。さあスターハンセンが手を伸ばそうとしている。秋山が止まらずに早速入ったドロップキック、大森ドロップキック。さあスターハンセンが来た、ドロップキック。ここ一番でしか見せません、スターハンセンのドロップキック。対角線に打ったハンセンの、ハンセンどっちか、危ない、心配なこと首を狙われてしまいました。 DDT だ、自分が一人でやってやろうという攻撃です。さあハンセンが、おっと膝当てを剥がして、素足で生の膝を当てました。カウントは2です。夢のカードが一転して激しい試合になりました。すごい激しい状態ですね。ブレインマスターです。カバーに入る、スーカウント。さあこの小橋、せっかく公式戦でハンセンを破ったんです、はい、ここでまた破れるわけにはいきませんよね。さあまたグラビが当たりました、秋山純。さあ秋山純を場外にほっぽり投げた。さあスターハンセン怒り心頭に走っているか。怒り動画線に完全に火がついております。またグラビ挟んでパワー、パワー、パワー、スーカウントです。今まで10回やって1回しか勝てなかったら今度は5回。さあやはり攻撃の照準は、攻撃の照準はこの小橋健太にあるような、チャンピオンカーニバルの公式リーグ戦で敗れたあの恨みを今この最終戦日本の中で晴らすラリアットバッキング、エルボー、三沢のエルボー、フジテッポー。さあスタンハンセンがまずは三沢を場外に出しました。さあ試合の大きな山場が訪れそうだ。とにかく小橋さんなんですね、怒りをぶつけたい。大森がトップロープに登った、若いミサイルキック、三
与えるキック。大森です。ワンとツー。カウントです。6選手の思惑入り乱れています。大森が。ローワンデルからのエルボードロップです。非常にスピーディーな技を持ちたくました。裏蹴りを見せた。さあ秋山にタッチした。秋山 VS 大森高尾。早かったですね。早かったですね。デビュー1年7ヶ月。秋山のデビュー1年。6ヶ月の大森高尾。バックに放った。チャンスバックに放った。一回、一回、上手。興奮したらですね、その興奮の度合いを足に託してですね、これをしては中というのをストッピング攻撃と呼ぶんですよ。で床を踏み鳴らしていただきたいと思います。さあボディスラム一戦だ。一瞬天の大森が倒れた。さあ大森がトップロープに登る空中サップを見せそうだ。さあ何をどうする。ふっ、まだはなんだ。ダイビングエルボードロップ。エルボードロップ秋山に打っていった。今のはどうだ。さあアウト。思わず実況の中にバックに回った大森高尾。さあ秋山はバック取り返した。エルボーだ、エルボーだ。おっと、スープレックス投げ込みました。いやー、今のはローザンダイとスープレックスの体勢で相手を後方にほっぽり投げました。腕をぶっ回してる、タチオス、ジョイチロスタイルでラリアット。ラリアットで大森を吹っ飛ばしました。どうですか、こんな小橋選手の足だったらかけられてもいいでしょう。優勝決定戦いくらでもどうぞ。パワーボーダー最終戦、日本武道館スーパーボーダー。大森も頑張っています。リングした。さあ場外でスタンハンセン、浅森から逆に振られてしまいました。しかし試合の途中からでは小橋健太と、そして大森高尾だ。リング上で行きます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。